暮らしの道具店、6月9日金曜日から6月25日日曜日まで開催しております。今回の展示会では日常使う器から暮らしを彩るインテリア作品を暮らしの道具として表現し、暮らしを豊かに楽しく彩るアイテムとしてご紹介させていただきます。こちらは熊ゲラ工房さんで、永平寺に工房があります。そちらで木工を中心に、家具とか小物を作ってらっしゃるんですけど、今回の展示は、時計、お皿、トレー、カッティングボードなど、細かな生活の中で飾っていただけ、いただいたり、使っていただく器を展示していただいてます。時計などは置き時計にもなりますし、掛け時計にもなりますし、木をふんだんに使っておりますので、お部屋に飾るととっても柔らかな雰囲気になるのではと思っております。ちょっと細かなところで言うと、この針のところにも木の皮を張ってまして、全体的な雰囲気を良くするように細かな細工もしてあります。おすすめはパン皿になりまして、木のお皿なんですが、丸ではなくて長方形になりますので、パンとサラダとか、パンとスクランブルエッグなど、普通にお料理を持っていただいても、もう使っていただけます。素材もいろいろありまして、くるみ、栗、桜、木肌、カエデ、5種類の木を使って製作されています。携帯を椅子に座らせてあげる感じですね。そうですね、お人形とかちょっと集められてる方だと、その椅子に座らせてあげて、飾っていただいてもちょっとこう遊び心があって楽しいんじゃないかなと思います。こちらの楽椅子なんですが、外で草むしりをするときや、ちょっと座り作業をするときに、ロッキングになっているので、こう前にかがんだ時に一緒についてきて、しかもこれ腰に巻くんですね。で、巻いていただくと、こう一緒に歩くと椅子もくっついてきますので、手が塞がってても椅子を持たずに作業場所に移れる、足がちょっと痛いなっていう人にはとてもおすすめの椅子です。陶芸をされてます青木愛花さんの作品です。越前焼きになりまして、見た目はこう白っぽい感じなんですけど、こう越前の土に白い化粧土をかけて、ふんわり白い柔らかな風合いで仕上げています。お色の感じは白っぽいのと灰色の感じが、だいたい定番ですね。どちらもこう飾りのないシンプルなもので、形も本当に彼女はシンプルなので、お料理を持った時にそのお料理が入るように作られていると思います。今回おすすめなのはこちらのキッチンツール立てや箸立てです。意外とありそうでないのがこういったお箸立てとかキッチンツール立てじゃないかなと思います。お箸立てになってますけど、鉛筆など立てていただいてもいいですし、お花も生けていただけます。シンプルなので、キッチンにこう置いていただいても邪魔にならないんじゃないかなと思っています。こちらは和紙造形の加藤梢さんの作品となります。加藤さんはすごく和紙がお好きで、越前和紙ももちろんなんですけれども、いろんな産地の和紙を使って、その和紙の風合いを生かした作品を作られています。和紙フレームや明かり、ちょっとネックレスとか特にこちらの明かりは、明かりを外すと、猫ちゃんがいなくなって、明かりをつけると猫ちゃんが影のように出てきます。ちょっと和紙なんだけども石っぽく見えるような、そういった不思議なネックレスを作りたいっていうので挑戦された新作になります。こちらから見ると石みたいですね。そうなんです。で、持ってみるととっても軽いので、すごいびっくりすると思います。あと夏風鈴ですね。上は越前焼きの別の作家さんが仕上げてまして、下のこの短冊部分を、
ちょっと立体になるように仕上げてます。音もとっても素敵なので、いろいろ短冊もデザインを変えていろいろございますので、お好きなものが見つかるんじゃないかなと思っております。はい、こちらの作品は金津創作の森にあるガラス工房エズラグラススタジオさんの作品となります。今回展示していただいている作品は小物入れ、アクセサリー、箸置き、グラスなど、本当に暮らしの中で使っていただきたい器や、アクセサリーはファッションなので、これから身につけていただけるととても綺麗じゃないかなと思っております。この中に、飲み物以外、ゼリーとか、ヨーグルトとか、サラダとかいろいろ持って使っていただけたらなと思っています。またそのガラスの風鈴の音もとてもなんか涼やかですし、窓辺にかけていただいたり、もしちょっと外にかけるのはちょっとって方は室内にかけて、扇風機の風が当たるところにかけていただくと、お部屋の中で涼しげな音を楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。こちらの作品は鯖江にあります株式会社中野さんの漆器となります。漆器の製造メーカーさんになりまして、今回の作品は新作を持ってきてくださったということです。普通も漆というと黒とか赤とか、ツヤっとしたイメージなんですが、今回展示していただいている作品は和紙を貼ってまして、その和紙の模様を生かした拭き漆仕上げとなっております。見た目もとてもモダンで、実はじっと見ると模様は古典柄なので、誰でもが目にした、落ち着いたデザインの漆器となっております。なんか浮き上がってる。そうですね、和紙自体にこういった模様がついた和紙を使用しているので、その漆を塗るだけでその模様が浮かび上がったように見えます。私のお気に入りというか驚いたのが、このスタッキングできるお椀でして、普通お椀というとなんとなく重なりますが、こちらの漆器はきれいに側面が重なりますので、きれいに積み上げることができるので、収納もとても優秀だと思います。と中も拭き漆仕上げになってますので、傷を気にせず、どんどん普段使いできる漆器になっていると思います。こちらのスタッキングの器は、奥様のアイディアで、長年こういうのを作りたいっていう思いが形になった器になっています。